どうも、一応です。今回はシリハピー行きたいと思います。はい。3までね、解放されてます。今回は4と3、2つですね。やっていきたいと思います。はい。4ですね。まあ、ここは意外と覚醒、持ちが、いてくれてますのでね。カインとバルバリシア。あと誰かいたっけ？あと誰かいたかな？あといないはずっすね。はい、まあ、ローザがですね、第一超絶しか持ってないので、まあ、覚醒とか、あと星6000技あるだけでもいいっすよね。待機短縮の超絶とか交換できるので、それでも十分ヒーラーとして使えますので、星6000技欲しいところですね。まあ、あとは、リディアのシンクロとか覚醒とかも欲しい。はい、まあいいや。どんどん行きましょう。はい、行きます。せーの、よいしょ。まずはミラボですよね。ミラボが出てくれないとちょっと話にならんというか、お願いします。よいしょっと。ミラボなし。はい、虹ですね。じゃあなんか使える戦技がいいな。スキップ行きます。あー、なんか見たことあるような、ないような感じですけど、ニューですね。マテリア、あー、定格2連か。まあ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 、いいでしょう。はい、次。はい、3です。3もね、なかなか僕好きなシリーズでありますので、楽しみですね。覚醒持ちは玉ねぎかな、玉ねぎだけかな。はい、もう一人ぐらいね、誰でもいいので、新規の覚醒欲しいところではあります。はい。いきます。せーの。よいしょ。さあ、なんかこう、引きがね、落ち目になってきてますから、一発ここで、また、なんか盛り返したい。はい、ミラボは来た。OK。はい、じゃあスキップいきます。よいしょ。お、これ新規だな。誰だろう。誰だ。アルク、オーバーフロー、奥義。あー、まあ、アルク、どうなんだろうね。アタッカーとして、運用できるかな、僕のアカウントで。どうですかね。自身のステータスで種別が変わる超強力な20回連続。聖水、召喚魔法、いいんじゃない？白魔法攻撃。あー、なるほど。ダメージ限界突破可能の聖水属性召喚魔法攻撃は白魔法だから、精神高かったら白魔法攻撃の方に判定がいくわけですね。まあ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 、はい、わかりました。まあ使えるっちゃ使える、使えるっちゃ使えるけど、まあどうですかね。ちょっと待って、歩くのね、ちょっと待ってください。こっから先ちょっと、興味ある方だけお付き合いいただければ嬉しいんですが、歩くちょっと何持ってるか見たい。あー、これだけでも超絶2つ持ってんな。これは召喚魔法リバイア、水まとい。あー、一応アタッカーとしては使える感じだけども、これだけじゃまだちょっと物足りないっすよね。やっぱ、覚醒欲しいところ、はいですね。 OK。 これはこれ多分ブレイブかな。このブレイブですね。はい、 OK、 わかりました。よし、じゃあ今回はこんなもんで終わりたいと思います。次回のシリーハッピーは216。はい、今回のフェスのこのシリーハッピーは次回で終わりですね。はい、で、今ですね、ちょっと何度も申し訳ないんですけど、このガチャ来てて、戦技レジマテのやつ、はい、来てて、ちょっと悩んだんですけど、僕これスルーします。
はい、本当は回したいんですけど、ヒーラーの星6戦技が欲しい、特にリルムの星6戦技が欲しくて、なんならもうバレンタインの時回しときゃよかったかなとすら思ってはいるんですけど、はい。で、この確率ですよ、排出率、星6が 2.78%、 ちょっとこれは分が悪いなっていう、星5が 11.2%、 まあ引けないこともないんでしょうけども、僕引き悪いのでね、やっぱ星5、2つ、2個確定ってなってますけど、星5が2つ来る可能性の方がねちょっと高いので、はい、もう泣く泣くこのラッキーガチャはスルーしたいと思います。はい、本当は回したいんですけど、ちょっとスルーします。はい、オーバーフロー奥義、その分オーバーフロー奥義やろうかな。まあちょっといろいろ考えます。はい、よし、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。